あなたがどれだけの体脂肪をどれだけの期間で落とすのかを考えなければ何も進めることができないです。大胸筋が歩いてる、バズーカ岡田です。バズーカ岡田の筋肉授業、筋肉繁忙期、夏に向けて体を作っていく、この筋肉繁忙期でこれから体作りを始めようという方々に向けてのメッセージをしたいと思います。もう今筋トレを始めている、ボディメイクを始めているという方にとってもやってしまっているんではないかなというミスがあると思いますので、そちらを、ご説明していきたいと思います。この6月からじゃあ7月8月に向けて体を作ろうとすると、短期間で結果が欲しいという形になるんですよね。短期間でね、十分結果が出るパターンも全然あります。1ヶ月でぐっと絞った大会出るっていうパターンもあります。もともとね、そこそこ仕上がってる人は1ヶ月あれば全然余裕だっていうこともあるので、1ヶ月が短すぎるということも別にないんですよね。例えば120キロある人が70キロに減量したいと、50キロ減量するときに1ヶ月、これは無理ですよ。よくね、何ヶ月で体って作れるんですかっていうことを取材なんかでも受けますけども、もうないんです答えは。その方があと何キロ体脂肪を減らせばゴールなのかっていう、まず設定値があると、それをどの期間で達成するかという目標期間、自分で定めることができる目標期間があるんですよ。これを考えましょう。まずは女脂肪の量ですよ。何キロ体脂肪を減らせばいいんですかというところ、何キロ体脂肪を減らすか、次期間、この2つのファクターがあなたが目標の体になるまでに必要な時間と努力になるわけですね。例えばじゃあ10キロ体脂肪を減らすとしましょうというゴールが仮にあるとします。まあ、こういうゴール設定も危ないんですよね。10キロ落とせばいいやってなっちゃって、本当に体脂肪が落ちてるか筋肉が落ちてるかわからないってなりますから、仮に純粋にね、体脂肪が10キロ落ちればゴールだという状況を設定したとします。その時にじゃあこれを1ヶ月、3ヶ月、半年、1ヶ月で仕上げるんだったら10キロ、3ヶ月なら 3.3 キロ、6ヶ月なら 1.6、 1.6 キロ、1.6 から7ぐらいですかね、 1.7 かな、という感じになるわけですよ。こう考えると全く違いますよね。同じ10キロ体脂肪を落とすにしても、1ヶ月設定なのか半年設定なのかで月10キロ落とすのか、月 1.7 キロ落とすのか、全然違いますよね。で、期間があると、こう落とすのか、こう落とすのか、こう落とすのかですよ。全然辛さが違ってきますよね、女脂肪する量というふうに考えると、あなたがどれだけの体脂肪をどれだけの期間で落とすのかを考えなければ何も進めることができないです。ただし急峻に落とすと辛いというのは、これどんな人間でもそう。一気に1ヶ月10キロ落とすっていうのは相当な努力をしないといけなくなるので、いろんなことをしないと達成できない。ただ半年、1ヶ月で 1.7 キロって考えると、1ヶ月4週間と仮定した場合には、1週間たった400グラムですよ。たった400グラムを1週間で落とすだけになるので、これ簡単ですよね。10キロの場合だと、これ 2.5キロ、 2.5 キロも1週間で落とす、これ大変ですよ。しかも健康的にも良くない。健康的に落としていいのは、体重の 5% を1ヶ月に落とすと、体重の 5% を1ヶ月で落とすというのを上限にすると、体の健康を害しにくく女脂肪しやすいというふうに言われてますから、まずこれを考えた場合には、体脂肪10キロ落とすにしても、100キロ体重ある人の10キロと80キロの人の10キロでは重みが違ってきますよね。まあ、そんなところも考慮した上で、女脂肪をする量と期間を適切に設定するというところを始めないといけないです。もしかしたら6月にスタートして来月の7月に仕上げたいと、目標の体重、目標の体脂肪減少量に到達したい、それが例えば体脂肪を10キロ落とすとなると、かなりきつい戦いを強いられると。これはね、もうプランニングのミスなんですよ。減量というのは一日一日の栄養のストラテジー、運動のストラテジーがあります。でも長期間で考えるプランニング能力ってとても大事で、このプランをミスると、このきっつい戦いを強いられると、
プラン設定がうまくいくと緩やかな、体の変化でいい、すなわち心身にかかる負担を大きくせずに、目標の体重にだん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 たどり着くことができるということになるんですね。なので実はね、ボディメイクっていうのは長期のプランニング能力、そしてそれを日々のストラテジー、栄養と運動のストラテジーを落とし込んでいくと、これが大事な要素であって、何キロを何ヶ月落とすっていう設定が極めて大事だということを考えてください。よくね、ボディービルに出る方でも、大会の1ヶ月前に仕上げようと思ってプランニングする人、1ヶ月前に仕上げようとすると大体試合の日に仕上がってるんですよ。だからね、これ遅いなって思ったんです。だから試合の2ヶ月前に仕上げるプランニングをする。そうすると試合の1ヶ月前ぐらいに仕上がる、1ヶ月バッファーがありますよね。ここで何かあった時に取り返しが効くと、これはとても大事だなというふうに思います。大会に出る人であっても試合の1ヶ月前に仕上げるという目標を達成できずに、ちょうど試合の日に目標達成になるというケースを多々見てます。ということは皆さんのボディメイクも大会に出るレベルの熱意はおそらくないでしょうから、その場合にはより長めの期間を作って緩やかに減量していく、体脂肪を落としていくという選択を取るのが私の意見です。いやいや、もうこの動画は6月だから間に合わないやと思ってる方、来年間に合わせると、これが本当の僕の、意見です。でもね、とは言っても今年の夏もある程度仕上げたいという考えもあるでしょうから、それはね、また次の動画でお話ししたいと思いますけども、基本的には短期的に成果を求めてはいけないと。長期間かけて心身に負担のない方法で徐々に徐々に目標の体になる。そうすると長続きしますし、リバウンドも少ないんですよ。辛いことをやると絶対リバウンドします。緩やかに緩やかにやった体っていうのは、リバウンドしにくいです。そして長い時間かけて作った体というのは絶対大事にします。1週間、2週間急速に減量する、1ヶ月急速に減量した体っていうのはそんなに大事にしない、すぐ崩れるんですよね。これは精神の反動もあるし、たった1ヶ月で作った体を大事にしようとする人はいない。1年間かけて作った体、これは絶対大事にします。そして1年間あるいは半年かけて作った体というのは、その体の作り方のライフスタイルが体に定着してます。だからリバウンドしにくいし、もう太らない生活が築けてるということになるわけですね。ということで今回は筋肉繁忙期、6月から7月、8月にかけて体を仕上げたい人によく起こる陥りがちなミスの話をしました。いや、結局何の解決になってねえだろうと、来年仕上げろって話かというふうに思ってますよね。そうなんですよ、本当はそれでいい。短期的に答えを求めるっていうのが私の答えです。ただし短期間で結果を出したいという方へ、その中で起こしがちなミス、そしてそれを防ぐ考え方をこのまた別の動画で紹介したいと思います。でもね、私の信念は心身に負担のない方法をゆっくりかけて体に還元していく、そうすることによって体を壊さない、心を壊さない、そして長い間体が継続できる、これが真のボディメイクと思っておりますので、これからボディメイクを始めたい、夏という筋肉繁忙期だから、これから筋トレボディメイクを始めたいという方にこそ送りたいメッセージとして送りました。いいですか、長期の計画を立てて日々コツ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 小さな努力を積み重ねていく、これに勝るボディメイクはありませんということを念頭に置いて、ぜひ、体作りに励んでもらいたいと思います。それではこの動画のまとめです。絞ってかっこよく体を作りたければ、戦略とライフスタイルを作り上げろ。以上。この動画が良いと思っている方はチャンネル登録と高評価をお願いします。1ヶ月に落とすと、汚いな、字が汚いですね。